続いては次はどこだ。はい、聞いていきます。続いてはこちらでございます。はい、ゾゾマリンスタジアムですね。千葉ロッテマリーンズゾゾマリンスタジアムです。ゾゾマリンスタジアムのこちらのメッセージ来てますね。ゾゾマリンスタジアム名物の飯テロ映像満載ですと。飯テロ、飯テロでございますね。ご飯のテロが起きるわけです、ね、というわけで意気込みコメントも書かれていますが、こちらをご覧ください。パリーグファンの皆さん、そしてスタジオの皆さん、こんにちは。千葉ロッテマリーンズ公式チアパフォーマー M スプラッシュです。ここ ZOZO マリンスタジアムは実際に訪れた人にしか味わえない魅力がたっぷりなんです。今日はマリーンズを代表して私たちが全力でご紹介します。よろしくお願いします。それでは早速行ってきましょう。なんといっても野球観戦に欠かせないのが美味しい球場グルメですよね。欠かせない。ZOZO マリンスタジアムではここでしか食べられない絶品グルメがたくさんあるんです。球場の中にはもちろん、球場の外周にもたくさんのお店があります、その中からおすすめの商品をご紹介します。まずはこちら、千葉つくたべキッチンさんの千葉もつ煮込みです。千葉県産のもつや野菜を使った地産地消のもつ煮込みなんだそうです。それではいただきます。地産地消ね。あっさりしてるのでいくらでも食べれちゃいそうです。あ、そしてこちらはここまで素晴らしい活躍を続ける佐々木朗希投手の地元、岩手県大船渡のサンマの塩焼きに天ぷらなどを添えた、じゃじゃん、佐々木朗希投手地元の大船渡さんサンマ弁当です。見てください、こんなに大きくサンマが入ってますよ。脂が乗っててすごく美味しいです。なんかご飯もすごく進みそうな味ですね。ご飯と一緒にいただきます。あ、いいなぁ。おいしい。続いて選手コラボ商品が食べられる選手の台所からご紹介します。まずはこちら、石川歩夢投手の五右衛門サムギョプサルです。これ食べたいと思ってた。知ってたんだ。知ってましたよ。ゾゾマリンよく行くんですよね。おいしい。本場の韓国料理の味に負けないぐらいとっても美味しいですね。続いてこちら、山口選手のグッサンのローテッドポテト。山口選手の大好きなポテトをローテッドポテトにアレンジしたそうです。いただきます。4番ですからね、山口選手は。知らなかったな。おいしい。サワークリームがすごくアクセントになってて、とっても美味しいですね。お子様にも絶対気に入ってもらえる味だと思いますので、ご家族で観戦された方なども、ね、1人しか食べてないっていうね。てい、さて、突然ですが、スタジオの稲村さん。あ、私か。ZOZO マリンスタジアムといえば、何を思い浮かびますか？10秒でお答えください。風が気持ちいいとかですかね。もう強風がすごいんですよ。では風が正解じゃないこれ。そうです、海が近いところですよね。そっちか。そんなZOZOマリンスタジアムのスタンドで海風を感じながらぜひ飲んでいただきたいおすすめのドリンクをご紹介します。まずはこちら、マリンズレモンサワーと、そしてマリンズレモンハイボールです。丸ごとレモンが入っていて、とってもぎっしり入ってるので美味しそうですよね。もうこっちなんかももう溢れそうなぐらいレモンが入っていて、晴れの日のZOZOマリンスタジアムで飲んだら絶対気持ちいいと思いますよ。さらに選手コラボ商品からもおすすめドリンクをご紹介します。まずはこちら、藤岡雄大選手の雄大のピーチサワー。藤岡選手の出身地岡山にちなんだ桃の果肉入りジュレを贅沢に使用したサワーになっています。そしてもう一つ、じゃん、藤原京太選手の京太のオレンジモクテル。昨年好評だったオレンジモクテルがなんと進化しました。今年は皮まで美味しいみかんが入っているので、皮を剥かずに丸ごとお楽しみくださいね。こちらもとっても映えるデザインに見た目になっていて、とっても可愛いですし、なんといっても果肉が入っているのがポイントですよね。絶対に美味しいと思いますので、女性の方なんかにもぴったりだと思いますよ。ぜひご賞味ください。はい、
さてここでクイズです。スタジオの五十嵐さん、はい、2022年は千葉ロッテマリーンズにとってある節目の年なんですが、それは一体何でしょうか。5秒でお答えください。それではカウントダウンいきますよ。ちょっと待って、5、これすごい苦手。3、節目ですよ。2、スタジアムが30年ぐらい。0、正解は千葉ロッテマリーンズが千葉に移転して30周年でした。その節目の今年、移転当時のキャップに使われていた CLM ロゴが新調されました。そのロゴを使用したグッズはとってもおしゃれなデザインで、球場にはもちろん普段使いにもとってもぴったりなんですよ。私もこのキャップ使ってるんですが、とてもカジュアルでどんな服装にも合いますし、他にもいろんな種類があるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。その他にもマリーンズのロゴがさりげなく入った春物の商品もありますよね。そうだね、すごい普段使いしやすいデザインがやっぱりマリーンズならではじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんもゲットしてくださいね。そしてスタンドでの応援に欠かせないのがこちらのフラッグ、みんなで振って一緒に選手を応援していきましょうね。実際に皆さんも振っていただいてるかと思うんですが、グラウンドから見るとすごく一体感があって応援に気合が入りますよね。コロナで応援がなかなかできなかった分、フラッグを使うことでこのなんだろう、一体感がすごい生まれたなってグランドから見てていつも思うので、ぜひゲットしてくださいね。はい、あと過去の復刻版のフラッグも登場してるので、ぜひいろいろな種類探してみてください。さらに豊富なデザインが取り揃えられたタオルもおすすめです。5回終了後にはみんなでタオルを掲げる演出があるので、皆さんもぜひ使ってくださいね。こちらの演出では動いたり止まったりしてみんなで選手を応援する演出なんですが、グラウンドから見てるといろんな選手のタオルが見えてとっても綺麗なんですよ。そしてタオルもデザインが手書きのデザインだったり、こちらは和田光志郎選手の走るという文字が書いてありますね。選手によっていろんなあの文字が書いてあって、メッセージが込められているので、お気に入りのグッズ探してみてください。すごい、皆さんここまでいかがでしたか。いろんなグッズがありましたよね。本当に普段使いできるアパレルグッズだったり、野球応援に欠かせないグッズだったり、たくさんあるよね。確かに、球場の横すぐにあるマリーンズストアで皆さんお気に入りのグッズゲットして一緒に応援していきましょう。お腹もいっぱいになってグッズも買ったし、そろそろ試合開始なんですが、試合直前にもマリーンズならではのイベントがあるんです。今シーズンから始まったディアバースデーコングラッツバイロッテ、来場された試合日が誕生月の方へロッテのお菓子を一つプレゼントします、知らなかった。嬉しい。そして当日が誕生日の方へはロッテのお菓子詰め合わせとバースデーキャップをプレゼントします。ぜひお誕生日が近いお友達を誘って観戦に来てくださいね。さらに今シーズンからライトスタンドに DJ ブースハイライトスタジオが新設されました。試合中はこの DJ ブースとビジョンに映ったファンの皆さんとのやり取りや照明や音楽、ビジョンを使った盛り上げ企画がこんなにたくさん。皆さんいかがでしたか。まだ声を出しての応援はできませんが、ザ・ザ・マリンスタジアムでは体を動かしたり目で見て楽しめる演出がたくさんあります。さらに美味しいグルメやドリンクもあって、海も感じられるなんて最高ですよね。他の球団さんと同様に安心安全に野球観戦を楽しめる環境が整っているので、ぜひゾゾマリンスタジアムにお越しください。待ってます。なるほど、またちょっと色が違う感じの良さになりましたけど、フリップをお書きください。はい、よし。それではまずは稲村さんからフリップをお見せください。はい、こちらです。じゃん、はい、まあもう本当に私ゾゾマリンスタジアムが一番行ってるんじゃないですかね、今。回数は。で、まあいろいろ書いたんですけど、実はもう本当この席っていうのが一番のポイントでして、私ゾゾマリンスタジアムの座席がすごい好きなんですよ。で、選手にすごい近い座席とかもあって、その席が取りたいがためにファンクラブ入っちゃったんですよ。で、ちょうど
昨日ファンクラブグッズがなんか届いてました。雪見大福シートみたいのがあって、すっごい近いところがあるんで、そこ皆さんに行ってもらいたいなって思ってますね。うん、まあやっぱり選手コラボがすごい豊富でしたし、グッズも私このマヒーンズの帽子を持ってまして、もうプライベートでも被れるぐらいおしゃれなんですよ。でみんなにあ野球グッズ被ってんだみたいな感じも言われないので、なんかもう普段使いができるっていうのが一番の魅力かなと思いましたね。あと M スプラッシュも可愛かったですし、はい、お酒、この選手コラボのお酒があるのってすごく嬉しいんですよ。なんか飲んでも、まあ、選手コラボしてるし仕方ないよねっていう言い訳がね、そう言い訳ができるんではい、はい、そこはなんか嬉しいですね。お酒好きで野球好きとしては、そうですね、うん、行ってる感あるね。そうですね、足運んでるからこそみたいなね、行ってるんですよ。まあ本当こうもうゾゾマリンスタジアムはすごい魅力があるので、なるほど、私3時間は語れますここで。いやこれぐらいにしておいていただいて、だもう席が好きすぎて、なるほど、もうあの風を感じながら飲むビールとか最高なんですよ。確かにね、本当に、まあ、そうだよね、本当に。でも五十嵐さんにも言ってほしいです。俺この後喋るの嫌なんだ。それでは五十嵐さんの方フリップお願いします、はい、もうこれですかね。フラッグめっちゃ振りたいです。あ、いいですね。声出せない分めっちゃ振ります、ね、応援するときに、ね、はい、あとグッズがやっぱりおしゃれだった、そうですね、日常で使えるぐらいの本当にシンプルなデザインでね、はい、それこそ普段使っても分かんないようなそんなデザインだったなっていうと、うん、あとレモンサワーのあのレモンの量、うわあれね、あれね、継ぎ足ししたいぐらいですよね。もったいないよね、いっぱいで終わるのね。あ、丸々1個使ってましたね。なんか継ぎ足し用のなんかコーナーがあればいいな。ちょっと作ってくれないかな。そしたら結構3倍ぐらいいけそうだよね。いけそうな感じでしたね。いけそうだよね。贅沢ですよね。あとやっぱイベント、なんだっけ、イベントで面白そうなの今紹介しましたよね。DJ がいたりとか、そう、あとあのグッズも飛ばしてくれるんですよ。そうですね。なんかその銃なんていうか、Tシャツとかなんかそういったところですよね。はい、とあとやっぱね、マリンスタジアム風めちゃ気持ちいいんですよ。でこれからね、まあ、春夏に向かっていくとどんどん気持ちよくなるので、うん、まあ、守ってる方たまんないんですけど、見る側からしたらやっぱ心地いい風を感じながら野球を応援できるってやっぱり海が近い球場ならではのね、うんうん、環境なのかなと思うんで、僕はこの辺ですかね。あれじゃないですか、でも風が強い方がその感染予防になるとかないですか。なりますね。なるんですね。そうですね、回るからね。ほら、来てるんじゃないですか、これ。鋭いですね。当てようのコーナーじゃないですか、ね。より魅力的なっていうところですからね、うん、はい。僕はですね、まあ、各球団、いろんな応援方法がある中で、まあ、フラッグっていうのは、まあ、はい、珍しいというか、うん、セリーグだと、なんか傘だとか、ロッテさんの、まあ、名物みたいになったらいいなと思ったのと、はい、まあ、それこそ日常で着れるグッズっていうのが、うん、本当おしゃれな T シャツとかも出てますからいいなと思って、うん、あとその M スプラッシュのバズーカですね。どこやるみたいなんでみんながこっちやってみたいな、もうあれなかなか他の球場じゃ見られない。うん、たまにフェイントかけられるちょっとイラッとする。そうですね。せっかくこっちかよみたいなね。それも面白いところでありますね。盛り上がるところですね。あとまあ実際大船渡のサンマをこう取り寄せてるっていうのも、なんかその東北で起きたことをその東北のまあそれこそイーグルスだけじゃなくて各球団でこうやってお金をこう使うじゃないですけど、まあいい動きだな。サンマってでもなかなかね、量が足りないこととかってあるんでしょ、シーズンによっては。そうですよね。ね、年によって違いますけど。ね、もう結構上がってくる。そうそう、ここ行けば安定した値段で安定したサンマが食べられるみたいな。流通の方が気になりますよね。そう、いい卸先をね。そうですね。ただまあ、そうそうそう、千葉でも消費していこうっていう、すごいいい動きだなと思いましたね。うん、美味しいです、実際。はい、で、あとは海ですね。うん、他の球場でやっぱ海をこう近くで感じるっていう球場もなかなかない。うん、ああ、確かに。ってだけですね。そうですね。それを考えたら。で、行ってる最中にもやっぱそういう浜風も感じれる場所ですので、うん、まあ、すごい魅力的なここが満点かなと思いました。いいところばっかりだな。そうですね。国島先生、コロナ対策の観点からはいかがでしたか？もう皆さんと同じですけど、はい、まあ、2つ。1つは浜風。うん、だからコロナでもその分かったのは、やっぱり感染対策に換気っていうのがすごい大事だなっていうのが分かったんです。うん、で、幸いこの2年間で観客席でクラスターって一件も発生してないんですよね。確かにそうですね。聞かないですね。だからやっぱり屋外のスポーツでこれだけきちんとしていただいていると、うん、やっぱり感染対策として十分だろうとい
いうことが分かっているのが一つ。なるほど。もう一つは先ほどフラッグっていうのもありましたけれども、はい、感染対策が、まあ、いろいろあの決まり事が少し出てきてますけれど、うん、でも例えばマスクとかも皆さんが先ほどされてましたよね、うんうん、だからフラッグとかマスクとかやっぱりファンがきちんと感染対策をしていただくことによってクラスターが発生してないということも言えるので、やっぱりファンあってのこの球場なのかなっていうふうにすごい感じています。そうね、クラスターが発生しなくてつまんなかったらちょっと行く気にならないけど、うんね、クラスターが発生しないような仕組みがあってなおかつ楽しめるっていうのがやっぱいいですよね。そうですね、ここがあるかないか結構重要ですよ、ね、だからより守ろうっていう気持ちにもなりますよね、うんうん、